感じなんですけども、ホットメールの、エイビアスというやつだと一つのアカウントで複数のメールアドレスが作れるんですが、そうするとブログなど、メールアドレスが必要なブログで、ブログをたくさん作ろうとするときにメールアドレスが必要なんですが、そうすると多くのメール、ブログが作れるからいいのかなと思っています。複数のブログを作ることによって、なんだろう。まあ、例えば本だけのレビュー、映画だけのレビュー、テレビだけのレビューというふうに分かれた方が人気は出やすいのではないかなと思っています。一つのことに何か特化した方がいいと思うので、総裁に、まあ、複数のブログが必要だと、複数のメールアドレスが必要になってくる。そうなると、ホットメールのエイリアスというのが一つアカウントで、複数のメールアドレスが取れるからいいのかなと思っていますが、